はい、皆さんこんにちは。今回も Life is Strange やっていきたいと思います。まあ、Life is Strange はね、ちょっとダラダラする部分も泣きにしもあらずなんで、はい、うまいこと編集しながら、はい、やっていきたいと思います。男の子のところに行かないといけない。 USB メモリーを取ったから。駐車場、あ、いた。割って入ってよかった。ああいうのは許せない。ナックス、こっちこっち。俺、ナックス、待ってたよ。はい、これありがとう。ああ、うん、車買ったんだ。いいね、レトロな感じで。78年製だよ。これでどっか行こうよ。ニューバーグのドライブインシアターとか。ほんと古いもの好きだね。まあ私もだけど。どうしたの？今日はなんかすごくいろいろあって。ビクトリアのやつ、 SNS にアップしたマックスの写真まだ削除してないよ。大丈夫、私もビクトリアの特ダネ写真をアップするつもりだから。マジかよ、あいつの間抜け面がネットに出回るとは。まさに因果応報だな。ビクトリアがしてきたことを思ったらいい薬だよね。やられたらやり返す。 USB に入れてあった映画見てくれた？うん、見たよ。アキラとかトワイライトゾーンとか今改めて見るとすごく深くて面白かった。俺は既成概念にとらわれないポップカルチャー通だからね。ものは言いようだね。ちょっと待って、食人族見てないの？出た。見たよ。それよりチープなヴァンパイア映画の方がげんなりした。エモいヴァンパイアの良さがわからないとはね。どうなのそれ。そんな言い方されると傷つくじゃん。なんで？なんとなくタイプじゃないって言われてる気がして。何それ、どんな思考回路してるのよ。ごめん。そうそう、今週末さ、俺の車で一緒に映画でも見に行かない？それどころじゃないかな。ねえ、聞いてくれる？聞いてくれるだけでいいから。ウォーレン・グラハム先生に話してみな。悩みがあるなら何でも相談乗るよ。マックスの声優さん、すごい雰囲気がいい。その前にお願い、誰にも言わないでね。ネットに書くのもなし。当たり前だろ。大丈夫、話してよ。今日ね、ジェファソン先生の授業中に本当ありえない体験をしたの。未だに信じられない。ウォーレンは映画みたいにリアルな夢って見たことある？マックス・コールフィールドだな。お前ジェファソンの取り巻きだろ。授業なら受けてるけど。同じことだ。写真を撮ったな。お前女子トイレに隠れてただろ。何を見たんだ、ハケ。何の話？答えろ。よそ者だからって知らねえふりしてんじゃねえぞ。もともとこの町出身だよ。なら知ってるだろ、この町はプレスコット家のもんだ。じゃあ私になんか構ってる暇ないね。生意気な口を聞けねえ。余裕かましやがって。人の心配してる場合か。警察呼ぶよ。こいつやってみろ。警察は俺の味方だ。いい加減にしろよ。ちょっとやめてよ。俺に指図するんじゃねえ。親も校長もお前も全員黙れ。クロエ、マックス、クロエ、ふざけるな。またお前か。逃げろ、早く行け。早く乗って。おい、てめえら、どこ行くつもりだ。逃げられると思うなよ。ただじゃ置かねえからな。
げた。首振り人形。なんなの、あのネイサン・プレスコットってやつ。シャレになんない。もう勘弁してほしい。こら、ありがとう。5年経っても相変わらずだな。そんな顔すんな、久々に会えたんだし。ほんと、会えて嬉しいよ。それから、ありがとね。今日はいろんなことがありすぎて。私も同じだよ。車運転してるってことは18歳とかなのか。さっきのは何？さあ、でもあれ、プレスコット家の子だよね。バカ息子な。あの男子やるじゃん。ウォーレンね。借りを作っちゃったな。借りは面倒だぞ。トラブルまで起こして。静かな街だから帰ってきたのに、全然落ち着かない。シアトルは肌に合わなかったんだ。そうなのかも。楽しかったけど、地元から離れてちょっと寂しかった。都会の方が好きそうだけど。そっちこそ、どこの不良パンク少女かと思った。減らず口は変わらずか。そうでしょ。帰ってきたのはブラックウェルに通うためだろ。写真の授業で有名な学校だし、マーク・ジェファソン先生に教えてもらえるんだよ。つまり私のために戻ってきたわけじゃないと。クロエとも会いたかったんだよ。どうかな、5年間音沙汰もなかったんだ。ごめん。ここは素直に謝ろう。クロエも大変だったんだよね。いなかったくせに何がわかんの。私だって好きで引っ越したわけじゃないんだよ。戻ってきて1ヶ月も連絡よこさなかった言い訳は。学校に慣れようと必死だったの。内気な自分はもう嫌で、連絡したいと思ってたよ。ジェファソンにはそんな見え透いた嘘つかないだろ。もういいよ。嘘、壊れちゃってるよ。子供みたいに泣くなよ。泣いてなんかない。でもこのカメラどうしよう、困ったな。うちのクソ親父の工具使えば修理できんじゃない。専用の工具がいるんだけど。そりゃ失礼。でもガレージの中にはいろいろあるから、とりあえず見てみな。決まりだな。確かクルエのクソ親父って学校のセキュリティのあのおっさんだったような気がする。結構大きい家じゃん。どうぞ上がって。全然変わってないね。ボロ屋へようこそ。めっちゃポスター貼ってる。この部屋もだいぶ変わっただろ。いい感じ、まったりできそう。まあ義理のクソ親父のせいでまったりってわけにもいかないけど。ドア閉めて。音楽でもかけてよ。音楽。電源がないと動かない。一緒に書いたの楽しかったな。電源はどこじゃ。CD やった。行方不明になった女の子か。
い見るな。ごめん、悪気はなかったの。すごく仲良さそうに見えたから。当たり前だよ。レイチェル・アンバーだよね。尋ね人のビラ、学校中に貼ってあるよ。やっぱり私が貼ったんだ。親友だった。パパが死んでマックスが引っ越して一人ぼっちだった時、レイチェルに救われた。全然知らなかったよ。知ろうともしなかっただろう。14歳までは親友だったのに。今も親友だよ。連絡しなかったのは完全に私が悪いけど、レイチェルがいてよかった。レイチェルはいつも味方だった。一緒にビッグになろうって言ってさ。私とは全然違うタイプで、スターになりたがってた。モデルみたいだよね。それが夢だった。私たち二人のね。こんな田舎町出てロスに行くつもりだった。どうして行かなかったの？ご両親に、おばさんに反対されたとか。ママは再婚のことしか頭になかった。そうだったんだ。レイチェルはいつ頃いなくなったの？半年前、突然姿を消した。私にも言わずに一人で。なんでだ？誘拐？レイチェルのご両親は探してるんでしょ？現実逃避してるよ。でも絶対何かあったんだ。他にも何か知ってる風だけど。いなくなる前、運命の人と出会ったとか言ってた。それっきり。駆け落ち？その後一度も連絡ないの？みんないなくなる。パパもマックスもレイチェルもみんな。ねえ、音楽まだ？電源がないと動かない。あった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 。CD。なかなかファンキーな T シャツだな。こら、ガレージに行けばカメラを直す工具があるはずだよ。クロエ、大丈夫？全然平気。ちょっと一人でまったりしたいだけ。行ってきます。画面が切り替わる。ダメだ、向こう側から鍵がかかってる。ガレージどこ？ここに来るのは5年ぶり。もっと長く感じる。ここか。ここに必要な道具があるはず。これじゃ大きすぎてカメラは直せないな。あ、手が滑っちゃった。巻き戻した。カメラをつけたの？監視カメラ。嘘でしょ。これって深刻な問題だよ。クロエとおばさんは知ってるのかな？
構こんだけ隠しカメラ つけてたら普通にわかると思うけど。一応閉めとこう。クロエの新しいパパって学校の警備主任だ。信じられない。やっぱりクロエの新しいパパって学校の警備主任だ。学校中に監視カメラを置くの？心配性すぎない？工具どこだ？精密ドライバー発見。でも手が届かない。精密ドライバー発見。でも手が届かない。ガタ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 。やっぱり。うっ、私はバカなの？全然届かない。お、ダンボール。落ちる前にやっとくべきだったね。なるほど。あ、落ちとるのか。スキップ。見たとこはスキップできるのは非常にいいな。やるね、マックス。道具も見つけたし、クロエが探す前に戻ろう。工具見つかったんだ。そこの机使っていいよ。サンクス。どう？全然ダメ。これマックスも？うん、今日撮ったやつね。。笑える。いい君だな。構図もいい。あれ、これ見たことあるぞ。それは…どういうこと？いつ撮ったんだ？おいおい、マジかよ。トイレの非常ベル、マックスの仕業。だから姉さんに追われてた。そういうことか。命の恩人じゃん。な、そうなんだろう。うん、奥に隠れてた。すげえ、忍者みたいだ。忍者なら姉さんを始末してたよ。私は蝶々の写真撮っただけ。マジかよ、やべえ。銃を見た瞬間、ちびりそうになったけどね。私だってすぐ分かった。よく分からなかった。まあ当然だろうな。すごく怖くてちゃんと見てられなかったし。無理もないよ。うん、ほんと今日は驚きだらけ。もっと責められるかと思った。それじゃあ姉さんとの話も聞いてたのか？少しだけね。嘘だ、いたなら全部聞こえただろ。お金がどうこうって話は覚えてるけど、それ以上は本当に知らないよ。それじゃあ次の質問。
誰かに言ったか？うん、怖くて無理だった。無理もないよ、私もビビったし。校長先生に言った方が。本気で言ってんの？あの叫びたりはな、学校の利益しか頭にないんだ。絶対信用するなよ。本当だって誰にも言ってない。嘘じゃないよ。助かるよ、いつかちゃんと説明する。本当ありがとな。借金があるのか？そうっぽいな。確かこの辺で親父が帰ってきたような。死んだパパのカメラ、プレゼントだ。誕生日覚えててくれて嬉しいけど、これはもらえないよ。いいって、私は使えないし、ふさわしい人にあげた方がパパも喜ぶし。再会の記念にこの写真もらうからな。本当にいいの？ありがとう、すごく嬉しいよ。インスタントカメラ、なんか湿っぽくなったな。よし、気分を変えて踊りまくろう。ちょっと本気？ほら、マックスも踊るんだよ。どうした、恥ずかしいのか？じゃあそのカメラで私を撮って。俺ならちょっと引く。インスタントカメラってすぐ写真ができるのはいいな。やればできるじゃん。ほら、消して、早く。うぜ。そこにいろ、話がある。ふざけんな、マックス、早く隠れて。見つかったら私がぶっ殺される。クロエ、何してるんだ、早くドアを開けろ。着替えてんだよ、うるせえな。マックス、どっかに隠れろ、早く。クロエ、待って、何してるんだ。クロゼット、何を隠してる。着替えてるっつってんだろ。クロ、すぐな、いいからここを開けろ。何をし、何をしていた？服着替えてただけだって大げさなんだよ。ごまかそうとしても無駄だ。角刈り。銃が一丁なくなった。お前か？あんたの銃なんか取るわけねえだろ。そもそも銃は嫌いだ。おい、なんだこれは。またここで吸ってたな。いちいちうるせえな、ほっといてくれよ。俺に口もたえをするな。質問に答えろ、命令だ。誰のだ。私もママもあんたの軍隊の兵士じゃない。黙れ、ジョイスは関係ない。さっさとママと別れろよ。クロエ、すまない。ジョイスは大切な人だ。だがお前の態度は。二度と私に手あげんじゃねえぞ。今度やったらすぐに警察呼んでやるから。口だけだな。豚箱にぶち込んでやる。クロエ、お前は何も分かっていない。ふう、あ、そうだ、巻き戻して。あ、無理か。クロエ、大丈夫？絵に描いたみたいなクソ親父だったろ。戻せねえ。ごめんね。いや、見つかってたらあれじゃ済まないし。想像つかないよ。とりあえず窓から逃げよう。いいところに連れてってやるからさ。デイビッド、クロエになんてこと。もし私が割って入ってたら。うん、割って入ろう。
何を隠してる。着替えてるっつってんだろ。ここまで戻ったか。いいからここを開けろ。何をしてる。クロエ、ブラジャーが引っかかったんだよ。ふざけるのもいい加減。何をしていた。口を出す。ごめんなさい、それ私のです。そういうことか。俺は他人を家にあげない。特に問題児はな。よくも人の家にこんなものを。警察呼ぶか。当然学校にも報告が行くだろうな。どこで何をしようと勝手だが、クロエまで一緒に巻き込むのはやめろ。学校での一件といい調子に乗るんじゃないぞ。次から次へと。どうした、口答えしないのか。なんとか言え。私の友達にそんな口聞くな。お前に友達などいない。あんたこそ警察気取ってんじゃねえよ。ただの警備員だろ。元軍人のな。マックス、今度この家に来たらただでは済まないからな。なんでや。マックスには特別に見せてやるよ。新しいおもちゃだ。銃か。プライス、クロエ・プライスだ。バン。ちょっと危ないよ。大丈夫だよ、弾入ってないし。まだね。銃は嫌いなんでしょ。男が持つ場合の話だよ。ネイサンとデイビッドとか危ないやつばっかだろ。かばってくれてありがとう。マックスのおかげで追い払えたよ。うちら、よしよし、怖いものなしだな。最高の気分だ。よし、窓から逃げよう。とっておきの場所を知ってるんだ。私、まずい状況じゃない。クロエのためとはいえ、嘘をついたら奨学金が危ないし、自分のことも考えないと。出て行ったの失敗だったのか良かったのか、どっちだ。なんだ。よし、じゃあここでセーブポイントが入ったということで、はい、今回はここで終わりたいと思います。はい、よかったらコメントやフォローもよろしくお願いします。ありがとうございました。